はい、ゲロチョンです。あのですね、この扉ね、数年前に交換したんですけども、なんと数年後どないなったかというと、ゴムがね非常にもうダメになったみたいで、もうクスカンスカンです。これ見て、見て分かるように、これ見えますか、このたまたま、もうこれね、スッポンジンも以下ですよね。この洗濯のほら、食器洗う時のあのスッポンジンありますよね、もうそれの一端だような状態のもうゴムになってしまってますね。これはもうほとんどもうこんな感じ。そこでね、横の部分ね、やっとってるんですけども、この部分もよーく見たら分かるように、もうペナペナですね。もう薄っぺらいゴムを使っていたのかどうか分からないんですけどね、もう押さえたらもうね、中の空洞がすごいです。うん、もう押さえたらペサ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 してね、もうこれがね、もうね、ゴムがね、こんななってるんでね、扉を閉めてももう隙間風がすごいですね。こんなね、すり抜きかどうかわからない安物ね、ゴム使われたからか知らないですけどね、もうこんな状態になってます。そこでね、管理人かなんか言うてもダメなんで、もう自分でこのゴムを交換したいと思いますね。どっかホームセンターかね、どっかね、探してね、できるようにね、したいと思います。この特にこの下とあたりがね、もうこんにゃくがもう分かります。これもうぐっちゃぐっちゃですよね。もうこんなんね、数年でこないなったんじゃね、もう話もなりませんわ。うん、ところで、それこのね、ゴムをね、またいずれね、交換したいと思いますんで、うん、では買いに行ってきます。してきたかというと、ネットで探しました。じゃあネットで探して良さそうやなと思ったのが、このAmazonさんで購入してきたものですね。それがね、Amazonさんからね、やっとね、届きました。うん、今ね、からね、ちょっと開封したいと思います。では
これを、はい、これをね、投入してきましたね。ドア玄関用隙間風をストップ、バッタンを静かにとか書いてますね。たっぷりサイズ長さ5メートルの 2.5 メートルが2本で5メートルですね。厚さが 3.5 の幅が 8.5、 色は黒、ね、なんかこんな形になってる、見えるかな、こんな形、ね、こんな形やね、こんな形になってみた。まあ玄関でのドアね、やってみたいと思いますわ。これで使ってね、ちょっとね中身開けてみますね。どこから開けるの、ここか、こっちはこっちやな、はい、こっちですね。こういうのが入ってます。こんな感じ。わかる？見える？ね。これが2枚が入ってまして、これは結構切るみたいな、ここ。ここで。プチッと。これになるみたい。こう分かれて、合計が5枚、5メートルみたいね。で、これね、一回ね、やってみたいと思います。玄関のね、隙間がね、きついからね、これで頑張ってみます。はい、じゃあ行ってきます。